はい、ということで今回はですね、ちょっと 3D 運転教室ブガッティボリードを使ってですね、夜の高速道路をぶっ飛ばすっていう動画を作りたかったんですけど、なんかちょっと今ですね、南海橋をくぐっても夜にならないというですね、事態になっておりまして、まあ、ちょっとこの方法以外に夜にする方法を知ってる方がいましたらですね、ちょっと教えてほしいんですけども、なんか車にですね影はつくんですけど、空がですね、夜にならないから街全体はなんとなく暗くはなってるんですけど、なんかそんな感じなんで、ちょっとですね、うまいこと、その企画はできなかったんですが、まあ、今回はちょっともう普通に高速道路をですね、この新しいボリードで、走りまくるという動画にしたいと、ではですね、まずはちょっとスポーツモードオフで行ってみましょうか。軽く行ってみましょう。さあ、今ですね玄関を通過して、普通にですね走っております。普通にまあ、スポーツモードオフやったらですね、まあ、こんな感じなので結構まあ普通に運転できますね。おい止まってたな、あのチェンテナリオ止まってたな完全に。あ、そうか、これ一応まあウィンカーあるんで、まあ、スポーツモードオフの時ぐらいはちょっとウィンカー出していくか、本気っぽく行くか、本気っぽく。もうスポーツモードオンにしたらウィンカーも出してる暇ないと思うんですけど、なんか人差し指で操作できるぐらいの位置やったらいいんですけどね。はい、もうちょっと車線変更を。あ、よしよしよし、いよいよこんな感じで高速道路はね運転しますからね。結構真剣に運転しております。あっとぶつかりました。お、これですね、ちょっとジグザグに、あー、そうでもないか。あ、ちょっとジグザグですね。約400メートル。ね、あ、いいね。いいね、こういう感じ。あ、いいね。おお、すごいすごいすごい。めっちゃいますね。ちょっとこれは難しいよ。はい、まあこんな感じで、こっちやったらまあそんなに気にせんとですね。さあ問題はここからです。問題はここから。じゃあスポーツモードをですねオンにしてみましょうか。いきますよ、こっち。さあ今スポーツモードがオンになりました。あと、はい、もうここからですねちょっとウィンカー出せないと思うんで、さあ行きますよ。うわー、早い。ちょっと待ってよ。これですね、あんまりこうスピードが出た状態でフルブレーキをするとですね、すぐになんかタイヤがなんかロックするというか、こうなんか、ま、曲がれないんですよね。キュワーとか言ってこう流れるというかですね。でまあ今はまあチルト運転にしてるんですけど、このハンドルの切り角がめちゃくちゃ浅いんで、だいたいその状態で止まるとですね戻すのが大変という感じなんですよね。でまあ、ちょっとまあこの高速道路自体はちょっとこうぐにゃ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 してますので、スピードがですねそこまで出し切れないという。これ下道の方がいいんちゃうかなとか、ちょっと、あー、やばい、うわい、うわい、いけ、おい、うわ、早いね、早いよ。これちょっと待てよ。
と待ってくださいね。ですね、セッティングがあるんですけど、このタイヤマークでこれなしスリップ、スリップハンドルって何ですかね。ハンドルマックスにするか。高さをゼロにして煙あり、運転4輪。おお、ぶつかった。これちょっと行ってみますか。はい、2拍にしたらあれなんですかね、でかく上がるとか。これでもしかしてガーって、あ、でもちょっと切れ角上がってますね。おお、切れ角が上がってる気はするよ。気のせいか。なんかでも左下のハンドルがめちゃくちゃ回ってますよね。はい、とりあえずこれで減速はですねしっかりして様子見をしながら、あ、でもなんかさっきより、ちょい、なになになに、今の動きがおかしいですね。うわ、やばい。ちょっとハンドル200っていうのも逆にあれかな、引きすぎかな。うわ、やばい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 これはめちゃくちゃやな。もうこれ止まってますからね、言うたら止まってるぐらいのスピードですよ。200キロからしたら100キロは、それであんな道塞がれたらね、そりゃそうなりますよね。いやちょっとどうしようかな、下道も走ってみるかな。うわ、やばいやばいやばい。あ、ちょうど、はい、下道行きます。うわー、まあ、あの環状道路はですね狭いですから、これこっちに行くかな。こっちへとはまた戻るか。あ、戻ってしまった。はい、次のとこで降ります。次のとこで降ります。ちょっとね、今回はまた高速に入ってしまいました。まあ、あの UFO モードでですねやったらいいんじゃないかっていう話もあるかもしれないんですけど、それはやりません。 UFO モードは使いませんね。あ、あれ、これ折り口じゃないか。あ、ここは折り口。うわぁ、逆にスリップありにしてみましょうか。スリップあり、逆にね、逆にスリップ、これでいってみましょう。さあ、どうなるんでしょうか。意外とこれの方が、あー、待って、ちょ待って、全然曲がらへん。これはダメだ。これはスリップしてます。ほらこれはダメだ。ほら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 、ほら曲がれないです。おおおお、やばい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 、これダメだ。なしスリップにしないとですね。はい、ではちょっとさっきのところまで戻って逆走して、ここだったかな、ここですね。ほら、さあ、ここで降りましょう。また分岐があったらですね、左ですが、ここは分岐ないか。あ、ここ分岐ないところですね。はい、OK、降りれた。よし、やばいやばいやばい、こういうことになりますからね。まあ、段差乗り上げるようにちょっと高さを上げとくかな。ちょっと高すぎか、これぐらい。さあ、これでいきます。早い。うわ、ちょっとちょっと、
と待ってくださいね。やっぱハンドルがですねちょっと効きすぎなんで、どうしようかな。よし OK、 これで多分セッティングが決まりました。うわ、これをこううまく使ってピュッて巻かれたらいいんですけど、うまいこといかないですからね。早いっすね。うわ、あ、ここあれか、最高速度が出せる道ですね。ちょっと端っこから行ってないんですけど、まあ、やってみようか。シロンが何キロやったかな、400キロぐらいでしょ。まあ遊び場がいいらしいですよ、最高速度測りたいときは。遊び場やったらなんぼでもですねスピード出せるみたいです。それはちょっと知りませんでした。いや、やっぱりですねちょっとまあスピードが出すぎてるのもあって非常に運転が難しいですね。まあ3D 運転教室の、このなんか、まあ、車の挙動とかですね結構まあ難しいと思うんですよ、うん、こういう曲がり方とかなるんで結構難しいですね。でまあ、なんていうかハンドル操作も効きにくいというか、おおやばい、おい車やっぱ多いですね、めっちゃ車多いな、やばい。よし、じゃあ最後にちょっと電車と対決しますか。ここ空いてますね。あ、来た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 。さあ、来い。さあ、来い。来ないぞ。来た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 。うわあ。何？中すぐ。なんか、うわ、追い打ちや、追い打ちかけられた。で、はい、じゃあですねスカイダイビングしてみたいと思います。あ、そうか、スピード出てるから降りれないんですね。じゃあ何キロまで出るのか見てみましょうか。今480キロとかなってますけども、すごい。まあだからこれどういうことかというと、あの落下でどんどんスピードが増してるっていうことですよね。重力落下速度で、僕もですね、まあ、いつかは、こんなまあ700キロぐらいの乗り物に乗ってみたいなと思います。